吉田さん、財布ネタね。ヒカキンさんも外から見ると再生数そんなにいってるんですよね。でも広告単価としては高くないんじゃないかなと思ってるんですよ、私ね。というのが、コールダックとか、ね、アヒルちゃんが出てくる動画で再生数が何十万回も回ってるっていうのをこの前紹介したと思うんですけども、あれ果たしてどんな広告が載るのかなと思っちゃうんですよ。なんですかね、ペットの餌ですかね、なんだろう、あの鳥ちゃんがパタパタ羽ばたいてるのを見て何かを買いたいなって思う人ってあんまりいないと思うんですよ。ただやっぱり吉谷さんが言われた通りね、私が FX とか暗号通貨のネタを発信するっていうのは FX の市場に参入しよう、 DMM.com で FX やってみようっていうふうに考える人が出てくるんですよ。特に不況だともうね、商売もうまくいかないし転職もうまくいかないから、パソコンでできるもの、ね、できない、なんかないかなと。 FX ってそういえばあったな、少額からできるらしいな、よしやってみようってことでとりあえず口座開設するんですよね。とりあえず口座開設しようかなと思ったところに私の動画があったり、私の動画の中に FX がネタになってたりとかすると広告があるからクリックしちゃうみたいなね。でそこでクリックしなくても録画残ってるんで、ある日ね、検索で FX の証券会社登録したらそのログでもって売り上げがね入るみたいなこともありますからね、私の方に。まあですんで、やっぱこう隠居といってもね、自分のビジネスの勘を鈍らせないためにいろんなところに網張ってるわけですよ。で今回ポイントサイト丸2ヶ月経ったんですけども、かなりね、私は自分がやったことに対して点と点が線になって面になってきたところです、これは。で YouTube なんてのは圧倒的ですよね。最初、1000本2000本やってる時は見えなかったものが、さすがに1万本とかになってくると、このテーマは単価が高いんだなと、このテーマは広告がつかないなと、このテーマは広告がついて再生数もあるけどほとんど売り上げにならないなっていうのがね、だんだん見えてくるわけですよね。私のナイトライダーなんですけども、故障した時に、動画を撮って編集してもう走れませんみたいなタイトルでね出したと思うんですけども、これもやっぱり再生回数を持ってきてくれたんですよ。プラス心配したアメ車のオーナーさんがよく連絡くださったりっていうご縁も始まりましたし、ただしそこにつく広告ってレッカーの会社ぐらいしか思いつかないんですよね。アメ車とか中古車とか旧車とかその中でもマニアックなんで、広告が難しいなと思います。ということでね、自分のやってきたものに関しましてはそのデータをもとにアナリティクスは今見れるんですよ。他の人のものは見れないんで、その人が言うのを当てにするしかないんですよね。となるとやっぱりね、自分でコンテンツ無料のやつはどんどん作って、自分でデータ作って、その中で何が人気なのか、何がリピートしてもらえるのかってことが分かるんで、そういうふうにしてマーケティングをやっていくってことなんですよね。どっかのマーケティング結果を買ってくるみたいなのはもう旧世代型で、私が大学の時に確かにね、統計とかあったわけですよ、標準偏差とか。でもそれは自分が関わってない別のところのマーケットの数字でしょっていうような疑念はあったんですよ。でもまあ当時はそれに頼るしかなかったんですけども、今は Google がアナリティクスを取ってくれてるんで、個人個人にね、アカウントごとに。じゃあ自分が最もやってきた中で、今までやってきた中で最もね、納得できるような自分なりのスキームっていうのはもうすでにデータとしてあるわけじゃないですか。だから本屋に行っても他の人の成功法則なんて全く買う必要がなくって、自分のアナリティクスを開けばそこに自分の動画の無料コンテンツのね、最高のネタがあるということで、そうですよね、自分のデータってとっても大事ですよね。っていうところでね、やっぱりうまくいこうがうまくいくまいが、自分がやったこと全てが次のステップの材料になるっていうことなんですよね。ですんで、だからこそやりましょうやりましょうやりましょうって言ってるんですよ。やらずに学習しても何にも見えないですから、ということでございます。